しっかりと打ち返した打球がセンター方向に抜けていきました。抜けていった時の気持ち、どんな気持ちでしたか。Very happy. That's kind of been my approach. My first half here, kind of that way. We got me a little trouble. It's funny, my wife told me to get the ball back in the middle of the field. まあ頑張ったっていう。いやいや、そういった打球は今回自分の形を少し忘れてたかなという感じだったんですけども、嬉しいなというのを、こんなことだったのかな。しっかりボールをセンター方向に打ち返すという感じがしました。その言葉が非常に効きましたね。Yeah, it's funny. I guess she heard me talking about my inning over the years. She was able to say it. Let me say it. So, yeah, I guess that's my best inning coach. これで昨日のゲームから6打席連続出塁ということになりまして、昨日、今日と2番に入っているスケッツ選手、この2番の仕事というのもきっちりできているのではありませんか。そういう意味でも僕にとってはいい一本でした。
さあ後藤さん、これで後半戦に入りましてチーム6勝2敗1つの引き分け、負け越しが9、1桁になって、夏のチームの反抗はまだまだこれからです。そのあたりを含めましてファンの皆さんに力強いメッセージをお願いします。一戦一戦できることをしっかりやっていこうと思いますので、応援の方よろしくお願いします。今日のヒーローは、ケイブス選手、竹原選手、そして後藤選手でした。放送席どうぞ。